11月8日立川ゲームの総合店金曜ラマと紅白で始めていきたいと思います。盛り上がっていきましょう。それではスタートボタンの方して始めてください。さあ、一応予定だったら今日、ランダム3-4なんですが、人が少ないため紅白戦になりました。すみません。一応、チームの分けだけ話します。俺、クレス、ハッシー、ママソ、ミズキ、アンズ、モミジのチームで、1P 側です。2ピガーが流星、源太郎、芹沢、悟、ウンデル、木村、メリー、川田です。6対7、あ、7対8になってます。じゃあ、あと負けたやつ実況なんでそこら辺はお願いします。回してる。これはまだ知らない。投げてコンボできない。 B タックルから国士 B、 さあヒートが2になってプリントから攻め系はしてるのはザクザク君。下段から追加出して 6K でフィニッシュ。1本取ったのはザクザク君。2ランド目バーストは水木側が入っている。対してメリー君は入ってない。さあ投げてヒートを持続させて 2A から 2A 立ち A から 2B から置き攻め。下段はしっかりガードしてる。 6C から攻め消して投げて、さっきから投げが外れない。さあこれはヒート重視。ジャン A 引っ掛けて 6D5C、 さあ暗い逃げ成功。いや投げてる。ジャン C で落として、さあ 3C 引っ掛かって、これは痛い。てか死んだ。あ、死にましたね。これははい、ゲネラル。さあ1本取り返してファイナルランド。まあ、この組み合わせはバレットがヒートをためやすいっていうのもある。さあジャン A から捕まえたのは水木側。補正切り、補正切りの跡が続かないが、攻め系してるのは水木側。また補正切り。さあメルブラ投げ、さあガフ、これは見えない。勝ったのは水木カル。ザクザク、はい、2番手出てくるのは流星さんのライチですね。さてここ最近ライチにキャラ替えをしたようで、ライチさんなぜですか。やっぱ見た目以上には強いでしょうね、多分。あ、はい、遅れました。弱弱です。さてとりあえず棒を飛ばして挟まれないようにトーランシャーペーから距離を置いてボランティ食らって早めのバースト、捕まる前にバーストして、姉ちゃんとの位置が遠ざかってる時にジャンピーがヒット。ここでバースト使わせる。ジャンピーからテネレッツァ、ジャンピーちゃんに C からコンボを見せてしまったもの、あそこからめくりとかできるのかな。ジャンピーちゃんへ 8D 使ってうまいけどうまくない。さあめくタイクはカルルが競り合ってる様子。ここで昇竜拳中段見えてる。ボランティヒット叩き落として前転通してボランティヒットしたためボランティは消えず、 8D 棒飛ばして空投げはしっかり抜けてくる。1つ棒飛ばしヒット、ここから空投げ 2B4B は当たらなくて、で 2D、 J6D か。ここでガーキャン。さて J6
ーちゃんじゃねえや、弊社のミディからボート飛ばして、遠くへは飛んで回避、ここからお互いに動いて、ライチの方が機動力はあるね。さて、デンジャー状態、これは暴れてくる。カウンター見るから中央方向ボランで、とりあえず姉ちゃんを近くに落ち続ける。さあ、柔軟で崩れてラピュアからコンボで、ここでは死ぬ。もう時間が先に過ぎちゃった。さて、先に選手したのは流星さんのライチ。第2ラウンド、まずはお互いに様子見、棒を吹っ飛ばして、いつ下は飛んでよける。トーナーシャーペン引っ掛けて、立ち見、棒を置いて、各発ちゃん立ち見で拾うのは見せてしまったものの、場所は画面端、棒を落として、まずジャンエから、カウンター見れ、姉ちゃん呼んで、コンポーコ、棒を戻して、さて、2、2、2、棒置いて、中段見える、6B、3、4、コンポーコ、が全部切り出して、ゲージを止めていく。さて、投げ、緑投げ、6B、4B は距離が足りないか。さて、中段から、ここでバースト入っていく、ジェネレッツは1通でガーポン使う。何や、戻って、破壊チューン、ラッキングキャンセル、4D、1通から、3C、あっと、今のはコンボができるのか、よく分からないけど、第1は本当よく分からないけど、ドーナシャーペイド一瞬突っ込んで、置いて、飛ばして、コンボ、コン、3C、ボランティ出して、から、ブリは引っかかったものの、壁回せず、8D、4D、お互いに近づかないようにじりじりと立ち回って、もらってジャンピングかけて、ただしコンボできず、最後はクー投げ。勝ったのは流星さんのライチですね。次はアンズノエル対流星ライチです。2人目対2人目ですね。開幕ライチ下がり、ライチコを飛ばして下がってアンツさんは振るけど、いや、やっぱライチはきついです。主審から回ってバリバリバリを投げる。あ、そうですか。でラウンド2、ライチは次にカウンターヒット、まあ、必ずバースト、あ、もう一回カウンターヒット、こんなバランスで、おー、いいよ、それでカウンポイント通り、あー、コンボに移ってしまうが、もう帰りが当たる。ジャンプがヒット、こっから上がっていけるか。あー、ロールがかかった、あー、ジャンプしまう。お、ライチが OD からのニューイーストを、あー、落としてしまったが、最後は 6A でフィニッシュ。後悔はしてない。続きましてはもみじさんのノエルですね。 The Wheel of Fate is turning. リベル1アクション、カウンター、カウンター。第1側がどんどん攻めている。 AC からカウンター取って、
イティング棒を飛ばしてあっちょっとジャンからのカウンター、あっ 6A から回避取ってる、ワースト状況はライチ側が半分出るかってところ、返していく最終ラウンド、ファーストはライチ側有利、最後はつまみ返して切り返して流星ライチ1本取っていった。